まだまだ日が高いっていうことで、はい、そうだ、かなり暑いね、まだね、はい、ちょっとね、風は日差しが気持ちいいけど、はい、うん、7月の19日の火曜日ってことで、はい、まあ海の日が昨日だったんだっけ。そうです、ね、昨日海の日、うん、まあもうほとんどがね、ビーチ、オープンして、うんうん、もうこの気温だからちょっとハウリングしてるね、うん、このね、もう32、3度だからもう観光客も最高だろうね、海はね。今日もね、昨日もそうでしたけど今日もね、うん、最高ですね、これは、まあ、沖縄ならではの。今年はまだ台風が1号ってことでね、はい、毎年だいたい22から24号ぐらい来るみたいだから、うんうんうん、ね、ちょっとあまりにも少ないから今後は怖いけどね、うんうん、そうですよね、遅いですよね、1号遅い、うん、7月入ってからでしたもんね、まだ1号だからね。まあこの番組はね、レッツ深呼吸ってことで、はい、1日1回の深呼吸ね、忘れてませんかっていうことでね、はい、まあ、ちょうどこの時間は仕事終わっての帰り、うんうんうん、運転されてる方もいると思うんで、一息ね、一呼吸して落ち着いてね、運転してほしいなと思いますね、うんうん、はい、まあ、今日はまた、ゲストにね、リナさんとようちゃんがね、はい、来てくれてて、はい、なんか夏恋のね、フェスティバルのなんかイベントのね、はい、イベントの案内が、ね、告知も兼ねてね、はい、来てますので、そうなので、ね、後でゆっくり、はい、お送りしたいと思います、はい、で、まあ、この放送は、ツイキャスとかでもね、どんどん番組に参加していただいて、でビアガーデンになってますから、はいはいはい、で、今6時過ぎ、うん、でこれからね、どんどんお客さん入ってくると思いますけど、はい、今日のね、放送を聞いたっていう、聞いて、うん、今日 B サイドに来られたら、なんとドリンクいっぱいサービスってこと。おお、マジですか。なかったら、ね、今まで2回目、マジ3回目にしてですかね。おお、なるほど、いいですね、ありがとうございます。今日天気もいいからね、結構来るんじゃない、やっぱりね、うん、これはね、来た方がいいですよ、最高ですよ、今日は。まあ、B サイド最近はね、もう本当にお客さん混んできてて、週末は電話予約しないとね、なかなか座れない場合があるから、うんうんうん、平日はね、まだ大丈夫かなっていう時もあるけど、でもたまに団体さんが入ってくる場合あるから、うん、そうですよね、ね、うん、平日の早い時間だったら多分大丈夫です、うん、で、なんと3時間半飲み放題、食べ放題っていうか、まあ、まあ、8品とかね、はい、人数にもよるんだけど、うんうんうん、4名様以上で2980円で3時間半だよ、うん、ないですよね、めったにね、3時間半は。あ、もういや、酒が強い人だったらいいけどさ、うん、弱い人はもう3時間半も飲めないっちゅうね。いや、でも食べ物もね、もう食べ物もだから、まあ、満足するぐらいあるんだけど、うんうん、いいよね、うん、3000円で落ちてくるんだから、いいですよ。しかもね、この本当に最高なロケーションなんで、うんうん、ね、うん、ぜひこの番組今ね聞いてる方で、今日のこの天気だからカーってビール飲みたいなと思う人もいたら、やっぱり今日絶対美味しい、ね、うん、一杯無料だよ、これ聞いただけで、ね、もう今日のゲストも先に飲んじゃってるからね、うん、ようちゃんも飲んじゃってるから今ね、今聞いてる人で、はい、友達に別に伝えてもいいし、うん、ね、今日番組の FM 技能案のね、レッツ深呼吸聞いたよって言えば一杯ドリンクサービスらしいんで、はい、ぜひね、うん、これ逃さずに来てください、はい、ということで、今日もね1時間お届けしてまいりますけど、この番組はビアガーデン B サイドと、オーシャンビューネイルカフェ、ココの提供でお送りします。はい、
を浮かです。マイク割とこう近づけて話さないと声拾わないみたいだから近づけてお願いします。この曲の後はもう CM 入って、で CM 明けで何秒前ですっていう。ああ、そうなんですか。タウンはここあれですか、カタカナですか。チータウン、ビル名。チータウンビルのタウンってカタカナ。ああ、ここのビル？ここのビルのこのタウンってカタカナ。チータウン、うん、そうそう。はい。チーだけアルファベットで。そうそう。タウンはカタカナ。チータウン。はい。本当にマジで日差しが日差してますね。もうあの微妙に柱に限り。はい、こんにちは。ようこそお越しいただきました。りなさんとようちゃんね。はい、こんにちは。こんにちは。ようちゃんは初めましてですね、今日ね。そうですね、初めまして、ね、はい、もう飲んじゃってるからね、ようちゃん。早くも飲んじゃってるからね。まあ、ビアガーデンだから別にビール飲んでいいんだけど。そうですね。ね、運転手は羨ましいよね、やっぱり。ありがとうございます。でも飲みたくなる雰囲気ですよね。そうですね。いいですよね、ここね。もう来た瞬間に決めました。あ、今日飲もうかな。まあいつもね飲む時間よりはちょっともうまだ日がね全然高いんだけど、あのこれからあと1時間もすると、もう本当にこっちからのこの東シナ海の夕焼けがね、すごい綺麗なんだよ、俺。もうね、時たまも真っ赤になって。いいですね、うん、その日その日のこの顔があるからいいんだよね。すごい雲が近いですもんね。雲が気持ちいいですよね。屋上なんでやっぱり。でここはあの一応ビアガーデンなんだけど、あの半分屋根があるでしょ。はい、そうです。ね、だからあの最近の通り雨とか、雨降りでも大丈夫なわけよ。でさっきも通り雨ありましたもんね。そうそう、そういう時でもこの屋根の中だったら大丈夫だし、もう本当に最近ね月も綺麗だから、そうですよね、最高に気持ちいいんだよ夜ね。この風といい、日陰に入るとね、もうなんか涼しめるからいいよね。なんかここって夜は夜景も綺麗そうですね。もう最高。この間何日数日前ね、ここであのまあ夏場は僕いつもモアイはここでやるんだけど、はい、その時に茶壇で花火上がってたよ。あ、先週海洋博じゃないです。あ、海洋博の翌日かな。あ、あ、だから、昨日、一昨日か、一昨日花火上がってた、はいはいはい、でもあの祭りの花火じゃないような感じ。あの2、30発か50発いないぐらいだったと思うけど、何かこう結婚式の花火なのか、なんかのイベント、ちょっとしたイベントの花火、すごいロマンチック、結婚式でいいですね。そんな感じだったと思う。それがこうたまたま見えてね。あ、いいですね、うん、だって読みたんとかカテナとかあの辺の祭りの花火もこっちから見えるからね。あ、そうなんですね。オリオンビアフェスタの花火も見えるから、やばいですね。ああ、
だからここに来たらお得が結構あるかもしれない。来週もまたあるんじゃないですかね、夏のイベントといえば、うん、羽衣祭り。あ、来週いつ羽衣祭り、来週は何だ、うん、あれだ、毎のやつだ。毎年8月の第1土日が羽衣祭りなわけ、うん、じゃあ再来週ですね、ええ、そうそうそう、うん、違うか、8月6日7日じゃなかったんですか、うん、羽衣祭りの花火は残念ながらこっちからはちょっと見えないんだけど。そうなんですか、うん、そうなんだよ、瞑想で見えないんだよ。じらしてるね。でもなんか今週のチャタンシーポット、シーポットだ、花火は見えそうじゃない。もう完璧、うわ絶対綺麗ですね。いや、もうここ予約しないと多分座れないよ。この辺はもう特にこのチャタン寄りのエリアはね。ちょっとじゃあ祭りに顔を出して、うん、花火が始まるときはもうここで飲むっていうのもいいかもしれないですね。ここで花火見ながら、ね、見ながらでもね、うん、でもただ私たちその時、うん、女村の女祭りの方でちょっとその日ビラ配りをするんですよ。ああそうでした、ね、今日案内するイベントのね。、はい、そうなんです、ね、でもシーポートも行きたいな、どっちも行きたいなって話をしてて、どっちでも配れたらいいのかなっていう感じなんですけど、うん、いや沖縄の場合さ、だって年中祭りやってる感覚じゃん。まあ、イベントは多いですよね。多いよ、うん、もうね、沖縄のこの沖縄国際映画祭から始まり、はい、琉球海援祭の花火とか、はい、で海開きがあって、はい、もう最近はもう毎週のようにコロナフェスイベントがあって、で、あとまた音楽のフェスも最近増えてきてるじゃん。あ、そうですね、ビギンの歌の日祭りとかね、はいはい、歌の日コンサートとか、モンパチの歌フェスとかね、すごいどんどん祭りイベントがね増えてきてて、俺はすごいいいことだと思うわけ。一昔前までは、まあ、ビアフェストとかエイサー祭りとか海洋博とかちょこっとしかなかったから、もう集中しちゃって、もう車も大渋滞だったけど、はいはい、同じ週末にもう4か所5か所でイベントがあると、ちょうどいい感じなんだよね。分散して、いい感じになってると思うんだよ、うん、でも ね、りなちゃんとかのこのイベントはたくさん来てほしいよね。そうですね、早速なんかツイキャスにも夏恋イエーイって入ってますよ。わ、ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあ早速ね、はい、この夏恋の、イベント紹介と、はい、自己紹介も兼ねて、はい、はい、お願いします。自己紹介からしますか。はい、自己紹介から。夏恋スタッフの浅戸陽香です。当日はコロナガールをしています。陽、うん、ちゃんです。陽ちゃんって呼んでください。はい、いいですね、コロナガール。はい、はい、で同じく夏恋スタッフをしています。リナです。当日は受付を担当してます。よろしくお願いします。はい、この夏恋のイベントの、詳細をちょっとじゃあ。はい。はい。夏恋なんですけど、今回2日間あるんですね。で、1日目はもう終わってしまったんですけど、先月の6月25日土曜日だったんですね、うん、で、場所で2日目が今月30日土曜日にあります、うん、はい、で場所なんですけど、恩納村のルネッサンスホテルがあるんですが、そこの近くのマリブビーチであるんですけど、うん、その敷地内にあるココナッツムーンっていうバーを貸し切ってあるクラブイベントですね。お、はい、ちなみにオープンは7時からで、イベントのスタートが8時からなんですけど、うん、で夜中の3時か5時くらいまで、長くて5時ですね。オールナイトじゃん。そうなんですよ。すごいね。はい、まあ出会いの場を提供する感じで、なんかこうイベントなんですけど、リストバンドがあって、例えば赤色だと恋人募集中で、黄色だと友達募集中で、緑だと夏恋満喫中、あ、イベントを楽しんでますよって人は緑。ああ、で紫は放っておいてください。面白いね。色で分かるんだ。はい、はい、ちなみに先月25日の夏恋1日目は、うん、約400名のお客様が来ていただいて、でちなみに放っておいてくださいは400名中12名はいました。気になってます、はい、聞こうとしてました、はい。あ、でも大体みんなカマチョな人が見つけることが多かった多いです。まあ大体ね、ちょっと受け狙いで放っておいてください。そう、狙ってる人が結構多いですね。本当は放っておいてほしくない人が
いやらしいな、かまってほしい、かまってほしいんですね。いやらしいな。これ面白い、分かりやすいね、はい、ね、いいですね、これね、面白い。俺行こう。あ、リクさんぜひ遊びに来てください。はい、俺行こう。はい、いいですね。夏恋満喫中で、はい、まそうですね、緑が一番多かったと思います。そうですね、はい、一番緑が無難ですね。そうですよね、やっぱ恥ずかしいのから恋人募集中っていうの、うん、恥ずかし、ね、恥ずかしがり屋さんが多い感じはしました。ぶっちゃけでも、うん、既婚者とかでも全然、うん、来ていますし、そうです、カップル同士とか、うんうん、いましたよ。夫婦で来てる方もいます。じゃあ愛人募集中みたいな、そういう人もいるんですけど、ね、これはもう個人の責任なんで、不倫募集中とかね、個人の責任なんで、あまり大きくは言えないんですけど、まあ個人で。いや、話が違う方向に、なんか自由な恋愛でいいじゃん、ね、そうですね、夏は夏恋で、いいよいいよ、夏で終わるような恋でもいいですし、だってサザンオールスターズの歌見てる、あ、聞いてる、よしこちゃん、よしこちゃん、あれがいいんだから、世の中。確かに。どうよ。あの仕草までやるし。最近モザイクかかってるけどね、最近ね。いいよね、自由でね。はい、恋は自由で。やっぱ サザンみたいにこの自由でいいよ、夏は。そうですね。このイベントいいね。ね、いいですね。楽しそう。楽しいな。これは金額が。そう、ちなみに料金なんですけど、前売り価格で男性が2500円、うん、で女性が1500円で、ワンドリンク付きとなってます。あ、ワンドリンク、ね、ワンドリンク付き、はいはいはい、で当日は各500円アップになってしまうんですけど、でチケットの取り扱い店なんですけど、まあ、全国のファミリーマートさんでファミポートでチケットが買えちゃいます。うん、本格的だね。はい、あと、まあ、夏恋スタッフも各自で前売り券持ってるので、お友達とかはそのスタッフの方に行っていただければチケット準備します。うーん、あとお店では協力チケットの取り扱い店で、女村であればココナッツムーンさん、はい、で読谷村であればミュージックバーケンハッチさん、うん、でうるま市をこちらバーエナジーさんで、那覇だとバーシェーブさんでもチケット取り扱いしてます。これ、はい、チケット取り扱い店って、はい、俺ケンタッキーかなと思ったらケンタッキーのロゴでバーケンハッチって、はい、そうなんです。イヤホンつけてますよ、これイヤホンつけてちゃんと音楽、はい、DJ やってます。これ訴えられない、大丈夫、これ大丈夫かな、ギリギリかな、ケンさん大丈夫、KHC ですよ、KHC 訴えられたらやめるって言ってますよ訴えられるまで頑張る。でもなんか続いてますよ、店舗も移動するぐらい移動してね、そうですね、移転したらしいです、はいはい、でまた7月30日もこのケンハッチーさんのケンさんっていう人、うん、ケンさんが企画して DJ さん呼んでもらったりとか、あとゲームだったり、いろいろ企画してるんですけど、内容はね、ちょっと今そうですね、まだ内容は秘密で、秘密で状態なんですけど、まあ、来てみればわかるよっていう、はい、これすごいね、楽しそうなイベントだし、はい、これは毎年やってるの、これ2回目ですね、去年に1回やって、去年は1回目で1日だったんですよ、うん、で、今回は2でやって1日目がもう終わっちゃったんですけど、また来年もあるか、今年もまた他にも企画してやりたいなって話してます。去年が大盛況だったから、もう今年また2デイズで、すごいね、いいですね、めっちゃ楽しそうなイベントですね。そうですね、しかも2デイズなんですけど、あえて1日目は6月25日じゃないですか、で、あえて1ヶ月またいで7月の30日に2日目を、いいよね、持ってくれたり、この1回行った時の、はい、この口コミがじわりじわり1ヶ月間でまたドッと呼び込むような、そういう戦略だね、これは。そうですね、うまいね、はい、レンチャンだったら分かんないからね。そうですね、一回行った人は今日は行けるけど明日は行けないとか、すごいよかったよかったよって、来月もあるからさ行こうよ行こうって、ドカーンってもう7月30日はもう爆発しちゃうんだね。そうです、はい、持ってないな、だけか、これでもまたね、やりますから、朝明け方の5時までってことは、はい、あの周りって結構草もろあったりとか、はい、何もないんですよ ね、はい、暗闇結構あるから、はい、ちょっとあれじゃない、またそっちに行くよね、ま、真夏のちょっとね、あ、でも駐車場に警備員を何か配置しているので何人かいます、はい、あ、大丈夫かなと。
そう、あのもう、うん、ココナッツムーンさんの敷地内でやってほしいんですよね、うん、全部他のところはやってほしいのプレイ、あ、そう、そういうじゃない、夢じゃない、あ、このイベントに参加、はい、そうそうそう、イベント参加はこのココナッツムーンさんの敷地内で全部してもらって、隣にレストランとかダイビングショップさんもあるので、はい、そこには入らないでもらって、もうほんとバーの敷地内そうだけを使って、 あとビーチサイド、はい、ビーチもうすぐ、はい、お店の隣がビーチサイドになってて、そこはゆっくり飲めるところと、バーの中ではちょっと曲をガンガンに聴いて盛り上がろうっていう感じの、うん、ずっとバーも5時までやってるから、はいはい、そのままもう飲み食いできるんでしょ。そうですね、朝まで、はいはい、今回はちょっと軽いフードを出したりとか、うん、あとドリンクはもちろんあのカクテルだったり、あとコロナスカイ、あと青森もありますし、うん、ソフトドリンクもあります。え、6月25日が400人ぐらいだったんだよね、はい、はい、7月は目指せ500名、これ、いや500名超えるんじゃない、どうですかね、もう超えてほしいですけどね、はい、年齢的にはどんな感じ、はい、もちろん成人の方20歳からですね、前回多かったのどのぐらい、そうですね、やっぱり20代30代が一番多いんですけど、あら40代50代の方もいました、結構いた、はい、いました、いました、はい、俺ぐらい大丈夫、はい、あ、全然、はい、歴史さん年齢層も関係なく、あと場所も関係なくて、あと泣き人だったり、うん、女層ももちろんなんですけど、名護から来てる方もいれば、那覇の方からとか富城だったり宜野湾、浦添、結構いろんな人が来てました。そうです、ね、これ、一郎さん、行こうよこれ、絶対行かないね、はぁ、いいねこれね、でも、これあの告知とか、はい、そういったのっていうのはどこでやってるの主に、ですね、やっぱり各店舗にポスターを1枚1枚持って行って、私たちの足で行って、うん、ポスター貼らせてくださいって言ってもらって、その貼らせてもらったお店の写真を撮って、このフェイスブックでアップして、こういうお店に貼ってもらいました、ご協力してもらってます、ありがとうございますって感じで、うん、フェイスブックアップしたり、インスタにアップしたりとか、あとはこれ、あの口コミですかね、沖縄クラブさんとか、はい、沖縄クラブ入ってます、紫スポーツさんとかも、はい、スポンサーになってるから、はい、沖縄クラブにも出てるわけですね、そうですね、今月号に沖縄クラブさんは6月号の裏表紙が夏恋だったんですよ、あ、先月、はい、先月号ですね、で、はいはい、今月号は中表紙っていうんですかね、真ん中の方に、中の方に1枚、ページ1枚、あ、じゃあ沖縄クラブ見ても、はい、この案内が載ってるわけね、そうですね、はい、共産で10部ぐらい、あ、50部、50部もらって、はい、結構観光客の方とかも結構来られた、あ、多いですね、客層はですね、はい、女層のやっぱり観光客の方とか、地元の人も多いですし、あとはマリンスタッフ系も多いですね、この琉球おくみさんっていう方が、そのオーナーがですね、内地の方で、結構県外の方とかも多いんですよ、知り合いの人が、女村でこうマリンの仕事してる人とか、ホテル関係のお仕事されてるお客さんも多いですね、うん、あとは私たち地元のお客さんもちょっと今回増えたりとか、うん、私たちこの今年から入ったんですけど、うん、去年まではやっぱり内地の方とかも多いですし、地元は女村の人が多かったみたいですね、うん、まあ今回はこの夏恋のイベントの告知で、ね、お二人さん来てますけど、はい、はい、このね、うん、お二人はあの本職ですか、イベント会社に所属家ではなく、あの今回の主催が琉球おくみっていうグループなんですけど、はい、まあ、そのグループにグループの中でスタッフとして動いてます、スタッフとして動いてます、はい、まあ、はい、琉球おくみプレゼンツ、はい、そうです、夏恋ってなってますからね、はい、代表者がおくみさんっていうんですけど、うん、なのでグループ名が琉球おくみっていう、うん、なんか横浜出身で女村が大好きで、なんか女村のビーチクリーン活動とかいろいろされてる方なんですけど、はい、去年もじゃあ琉球おくみプレゼンツ、そうですね、ずっと、はい、5年くらいイベントされてて、夏恋に関してはもう夏恋は2回目なんですけど、そうです、はい、女村のこのココナッツムーンっていうこのバーにこだわってて、やっぱ女村に人を集めようっていう、このなんだろう、出会いの場所を提供しようっていうことで今回始めたんですけど、5年ぐらいイベントやってて、パーティーロックとか結構いろんなイベントしてるんですけど、なんか女村って夜遊ぶ場所っていうのがなかなかないんですよ、うん、それで女村をちょっと盛り上げたいっていう感じで、
この村おこしのために、まあ、そうですね、イベントをやってる。向こうのこの、ココナッツムーン、はい、はい、いいですよね。自分も2回くらいかな行ったことあるんですけど、あ、そうなんですね。いいですよね。そうですね、うん、海も近いしビーチサイドで、はい、あのミュージシャンの間ではココナッツムーンって結構、はい、あの、あ、そうですね、あの紫、はい、そうそうそう、うんうん、紫の日傘、うん、っていうこのギターの人かな、ギターさんがオーナーさんで経営されてて、娘さんがバーテンでやってる時代とか結構お客さん入ってたみたいで、沖縄のロックバンドって言えばね、もう伝説の紫とコンディショングリーン、この2グループなんだけど、その紫のメンバーが経営してるってことで、ミュージシャンも結構ココナッツムーンに行ってるっていう、このあのブログとかフェイスブックちらちら見たりするから、週に1回ぐらいかなんかライブとかやってるみたいですね。なんかお店の中でステージがあってちゃんと音響も揃ってて、うん、中のものはすごく良くて、そうですね、夕日もすごく綺麗、綺麗だよね、あっちもね、はいはい、いいですね、やっぱりビールも飲みたくなる場所ですね。おいいね、向こうのバーで、はい、飲みに行った時に、はい、島豆腐のペペロンチーノだったかな、なんか食べて、はい、自分で作るようになりました。わあすごい、向こうでね初めて食べて美味しかったです。島豆腐のペペロンチーノ、島通りじゃねえ。島豆腐ね、あ、島豆腐食べれないそれ。島豆腐のペペロンチーノ、はい、なんか島豆腐のペペロンチーノ風味なんですよ、うん、ちゃんとあのなんだろう、ニンニクとかも乗っかって、はいはいはい、これが美味しくてちょっとね自分でも作るようになりましたね。気になる方は聞いてみよう、山ちゃんに。ぜひ行ってみます。いや作ってきてよ、チーカ、はい、作ってきてよ、じゃあ、ああ今度いいですよ、差し入れ。いいですよ。試食会しましょう、みんなで。いいね、いいですね。この、夏恋の中で、イベントの中で、はい、何かこう、ゲームとか、はい、なんかこう中であるとかするの？あ、はい、ありますよ。前回の6月25日にあの赤い糸っていうゲームをしたんですけど。おー、何ですか？ちょっと気になる。テンション上がった今。あの男性がですね、男性の方に赤いあの毛糸の糸を渡すんですけど、それを小指につけてもらって、自分のお気に入りの女の子を見つけてアピールしてカップル成立したら、その赤い糸を彼女の方にも結んで、カップル成立しましたってあのスタッフさんに伝えてもらったら、そこでワンドリンクを2人に1杯サービスするんですね。でストローを2個刺してお互い飲みながらこう赤い糸を照らして写真撮って、そのなんかスマロポさんっていうこのネットのなんだっけアプリがあって、そこであの会場でスクリーンで流すんですけど、そこで写真を撮って、その写真がのスマロポの画面にアルバムのスライドショーみたいな感じ、 そう、うん、それで流してカップル成立しましたってコメント書いたりとか、あと募集中ですとか、うん、このコメントを入れて写真を載せるやつがあって、そこにパンと2人の写真が載るんですよ。おーみたいな、みんながわーみたいな、カップル成立すごい撮ってますね、はい、でもあのこの写真はあの外部に載れることはないので、このお店の中だけで、うん、会場内で楽しむみたいな、はいですね、はい、だから個人的なものに使ったりとか、この外部に戻ることはないので安心して使います。 あとはゲームとかはまたこれからいろいろあるんですけど、他に何かあったっけ。そうですね、あの今月 この夏、あ、先月と今月で夏恋のこのイベント内容って全然ちょっと違うんですね。1日目と2日目で 全く違ってて、ただこの内容についてはまだ今のところシークレットなんです、はい、でも来ていただいたら絶対楽しめるような内容になってます。やっぱりあの去年の参加者が今年6月25日、はい、やっぱり応募してきた人って結構多いの。やっぱりリピーターの人もかなり去年来ましたっていう人も多くて、あのドリンク買いに来てる時とか、あの受付でもそうなんですけど、去年も来ましたっていう人もいて、あと先月も来たんで来月も行きますとか結構多くて、結構いました。もちろん 2day で買ってくれてる人は来るんですけど、 1day で1回買って1日目見て楽しかったら2日目行こうかなっていう人とも結構多くて、これあの、ま、夏恋満喫中
って言えば、はい、あのカップル同士も来ちゃったりするの？あ、もちろんです。初めからカップルで、はいはいはい、遊びに楽しみに。そうです、カップル、あとご夫婦、50代のご夫婦で来られてる方もいらっしゃいます。幅広いんだ、うん、はい、あ、じゃあもう黄色でも大丈夫です、友達なんで、うん、あ、やっぱりこのコミュニティを広げてくださいっていう場所の提供としてはいいのかなと思って、うんうん、あの仕事だったり友達とかやっぱ那覇とかいろんなところから来るので、なのでなんか町工っていうだと恋人募集中がメインじゃないですか、うん、それだけではなくて友達募集中とか幅広く出会いの場として提供する場になってます、うんうん、あ、前回のちょっとゲストさん今だから言えるんですけど、はい、あの6月25日ってあのマイケル・ジャクソンの命日で追悼式だったんですけど、その日にゲストさんで、うん、エーケルさんって方がいらしてたんですけど、うん、なんか夏恋に来たのがあの25日にこのイベントあるの何かなって検索したら夏恋っていうのが出てて、ぜひゲストで出演したいんですけどっていうオファーが出て、すごい、そのエーケルさんっていう方がいきなりイベント中に現れてダンスしながら女の子を引っ掛けてステージに上げてダンスするっていう感じのすごいサプライズですけど、でもすごくかっこいいんですよ、エーケルさん。女性なんですけど本当にマイケルのコピーをしてて、うん、なんかこうすごいイケメンです。すごいな、はい、見たい。面白かったですね、やっぱ面白そうだな。7月30日もまたゲストさんが来るので内容は秘密なんですけど、これも秘密ですか、はい、終わってからまたお知らせしますね、はいそっか、ゲスト来るんですね。はい、ゲストさんが来ます。来ます、楽しみですね。いろんなね、やっぱりあの沖縄の夏フェスとかイベントあるけど、やっぱこういうのもね、面白いね。音楽とかその雰囲気楽しみながら、雰囲気があるもんね、あっちはね。そうですね、確かに那覇の方とか何かこういうイベントがないと女村とか来ないじゃないですか。そうですね、まあ、ホテルとかそういったところが多いし、はい、遊ぶところって言ったら女村ってなんかピンとこないし、うん、こういうイベントってとってもいいなって思います、うん、向こうの、ね、バーも本当に雰囲気もいいし、はい、あの辺の海とまた那覇の海じゃ全然 ね、 そうですね、うん、違うし、そうですよね、こういう時になんか来てほしいですね、うん、もっとね、いろいろ。これ朝5時まで飲んだら、はい、なんか代行さんとかみんな契約してんの？あ、代行さんいます。あ、はい、はい、そうです、一応今のところあの2箇所お願いしていて、東のあ、この前のアグレマってお願いしてもらった。あ、ちゃんとスポンサーで、はい、協賛もいただいてます。協賛もらって、あ、そうですね、協賛の、ね、はい、店舗が、そうですね、今のところ3箇所お願いしていて、まず運転代行元気さんと運転代行ご縁さん、うん、と石川の、うん、あの上がり山運転代行さんにお願いしてて、はいはい、それあの電話番号も受付で、うん、あのちゃんと貼ってるので、それを見てお客さんが直接電話をしてお願いするって感じ。ああ、じゃあバッチリですね。はい、そうですね。いいね、行きたいな。はい、ぜひぜひ。あ、ツイキャス、ちょっとユキリンさんが入コイン入れてくれてますね。ありがとうございます。いいね、赤い糸って入ってますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ユキリンさんはフリーかな？これ、ね、天候がもしあのね、台風とか。悪天候、はい、そうですね、あの当日6月25日も雨降ったんですけど、バーの中でしたら全然大丈夫なので。そうですね、はい、え、400名ぐらい入るの、うん、そうです、400名やっぱりこの入れ替え出し替えなんですけど、なんか最初から最後までいるお客さんっていうのはあまりいなくて、うんうん、まあ、それで入れ替わり立ち替わりで一番ピークは11時から1時の間ぐらいですかね、はい、一番お客さんが入ります。もうでもね、夏だからもう何でもね、はい、楽しんで、もうこの雨すら楽しむっていうね。そうですね、あの当日もちょっと水鉄砲で水かけてる人とかいたんですよ。いいですね、やっぱりあの ビーチサイドだから、はい、あの半パンとあの島沿いとかサンダルとか、ね、ぜひビキニとかで来てください。濡れてもいいように。あ、女性はね、ビキニね、いっぱいおしゃれして中はビキニだよみたいな。あ、いいね、ちょっとそんな、そんな感じでもいいですし、濡れてもいい、ね、いい感じで、暑かったらすぐ脱げるよ、ね、そう、暑いのでやっぱり楽しむっていうね、はい、その感覚で、はい、あら、いいですね、いいイベント、楽しそう、そうなんです。いそっか、じゃあね、ぜひ誰か誘っていきたいけど一人だったら恥ずかしいね。いや、
ゃあ向こうで友達作ってもいいですし、はい、誰かしら知ってる人はいると思いますよ。知ってる人いそうだね、はい、あでもそうですね、沖縄だからね。そうです、沖縄なんでそこはつな、うん、がる、つながる、つながります。まあお酒入ってれば、はい、その場でね友達もたくさんできるかもしれないね。そうですね、うん、結構お一人様で来てる方もいましたよ、うん、女性でも、はい、女性は女性いたかな、少なかったんですけど男性は結構いましたね。いや、うん、結構多いんですね。思ったより男性と女性の比率も結構離れてなくてね、チケットの枚数で言えばなんか男性が多いかなって思ったんですけど、意外に当日女性の方も結構いて、うん、じゃあ比率的には半分半分ぐらいになってたの。じゃあ半分まではいかないんですけど、まあ、男性がちょっと多いではあるんですけど、女性もそれなりに意外に女性のお客さん多かったです。男性が多かったです、はい、最近なんかよくなんちゅうの婚活の、はい、イベントとかあったら、はい、女子から先にも埋まって、はい、男性集めるのが大変ってよく聞くんだけど、はいはい、そうなんだ、うん、今回はやっぱり女性が、男子が多いんだ。男子が多かったんですよ、はい、去年も去年そうですけど、どっちかというと男性の方が多いと思います、このイベントは。今回は女性が多かったってことで、あじゃあ行くのやめようかな。いや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 あでも出会い率は 200% ですよ。あでも可愛い女子が多かったです、はい、出会い率 200%? はい、あ行くどっちだよ優柔不断だないやとりあえず来てもらったら絶対楽しめると思うんで、うんね、まあ、うん、お酒も音楽も好きだから、はい、じゃあ俺は紫を貼って酒と音楽楽しんどこうかなそうですね、そしたら緑でもいいですよいやリキさん鎌町だから、鎌町で紫だから、ね、でもこのリストバンドってすごいですよね。やっぱ誰かに話すんですけど、やっぱこのつけてることできっかけがもう始まってるじゃないですか、うん、例えば赤だったら、あ赤なんですか、一緒ですね、恋人募集ですかって、もうきっかけ、あ、ね、喋るきっかけが作れるというか、はい、コミュニケーション取れますね、うん、すごい特許ですね多分とか夏恋とリストバンドは特許って言ってました、奥美さんが面白い面白い。ちか、はい、行くときは一緒で、はい、行動別々で、どういう意味ですか帰りは別いや、そういう意味さ、行くなら一緒に飲みましょうよなんでいやだから一緒に飲みながらでもいいし、はいはいはい、ね、いいじゃん、いいじゃん、いいですね、うん、せっかくまた行ったらヨちゃんたちもいるんですよね。いますよ、もちろん必ずいます、はい、飲み明かしますか、じゃあ、はい、ぜひ。4月30日いい、ね、寄って入ってなかったから大丈夫かな2人で紫つけて飲んどきますじゃんどうします、誰も構ってくれなかったら逆にで紫を集めて飲むんですよ紫を集めて飲むんですよあ、いいですねまさかでもお酒とか持ち込む人いないでしょ、そこでそうですね、ドリンク飲まないといけないでしょ。でもなんかカンカンとか捨てられてる時もある、やっぱりダメなんですけど、やっぱそこはルールとモラル守ってほしいんですが、そういうお客さんも中にはいるので、やっぱそのために警備の人がいたりとか、うん、そうですね、なるべく入り口で瓶持ってる人とか、まあ、これはダメですよって、まあ、チェックしてもらって、はい、案内はしてるんですけど、はい、私たちもチェックしながらなんですけど、やっぱりね、そこまで強くは言えないので、まあ、ここの中ではビアガーデン B サイドみたいに、うん、はい、飲み放題プランもあったらいいのね。そうですね、時間が長いから、うん、それワンドリンクずつ乗ってたら結構なお金使うよ、うん、1杯600円、ね、700円って言ったらさ、いや1杯が結構安くてですね、青森300円、うん、ソフトドリンク一番高い飲み物でも500円、カクテルも500円、コロナスカイが500円で、カクテルも500円で、ショット400円なんですよ。それで青森が300円、グラスも結構大きくてがっつり入ってるんで、まあ、このチケットにワンドリンクサービスなんで、うん、やっぱり、うんうん、女性だったらやっぱり男性が結構エスコートしてサービスしてくれる人もいます。あ、いいですね。あ、そうですね、なんか男性が お気に入りの女性に一杯おごるから一緒にどうみたいな感じで、はい私たちスタッフでも結構コロナのところに担当してるんですけど、ずっとあお姉さんにじゃあ一杯くれるよみたいな、お釣りもらっていいよって言われるんですけど、いやお釣りもらえないんでじゃあ一杯飲みますねって言って乾杯したりとかしてましたいいですね、はい、じゃあ今度お釣り用の、うん、小銭入れをポーチかなんか持っとけばチップチップ、はいはい、入ってチップ、はい、入ってありがとうございますね怒れちゃういやいいね
いいね、なんかいろんな楽しみ方がありそうだね、話聞いてるとね、はい、ぜひぜひね、たくさんの方に集まってもらいたいですね。もちろん未成年者はダメなんだけどね。そうですね、身分証明書ちゃんと、はいね、はい、あのチェックしてからじゃないとね、はい、そうですね、何かあったらもうこのイベント中止ってなるかっちゃ、うん、なっちゃうからね。そうですね、だいたいあの個人で買ってるんでチケット、もしも知り合いとかも多いんでね、うん、ファミリーマートさんで買ってる方はちょっと年齢は、あ、年齢わかるんだ、わかるよね、何歳女性とかって書いてるって言ってた。へー、 あでもあの念のため、まあ、ちょっと10代か怪しいなって方は確認しながら、はい、うん、当日券は確認しながら、たまに確認されたりする、あのコンビニで。私たちですか。いやー、なぜチーカーにやってる。あれ、いや、ないですね。たまにありますけど、私はないですね。でも帽子かぶってると確率高いですよね。あ、帽子かぶってたら顔が見えないから、どうでもいい情報だけど。いや、やっぱりあるのかなと思って。そっか、じゃあね、これはあのぜひ、はい、6月25日のイベント終わったけど、うん、7月の30日のね、うん、はい、イベント分として、はい、まだ販売してますので、はい、ファミリーマートの、ファミポートでのねチケット購入か、うん、ココナッツムーンさん、あるいはケンハッチさん、読谷、はい、の、はい、うるま市の N エナジーです。エナジーさん、これはバーになってるのかな。はい、そうですね、バーですね。ミュージックバーですか。なんか音楽が結構。ああ、はい、エナジーさんもいて、はい、バーシェイブさん。シェイブさん、はい、那覇市のね。はい、5カ所でじゃあチケットを。そうです。ですね。はい。あとあの2人に何かあのもしあの問い合わせとか、はいはい、やりたい場合は、はい、あのなんか問い合わせ先とかあるんですか。そうですね。そうですね、特に連絡先はないですけど、あのあ、レイさん個人のことですか。いや、とか、あのフェイスブックか、はい、あ、フェイスブックで、ブログか。そうです、はい、あのフェイスブックで夏恋って検索していただくと、私たちがアップしている記事がいっぱい出てくるので、はい、あるので、そこからメッセージをいただければ。イベントの問い合わせとかそういったことがあった場合は、はい、もうそこからそうですね、いうことですね、はい、よろしくお願いします。はい、うん、いいですね、行っちゃいますか、じゃあ、リキさん、これね、行きたい ね、ちょっとあのスケジュール後で確認してからね、はい、いいですね、7月30日、うん、いや、いいね、こういうの大好きなんだよね、うん、俺まあ、お二人は、何月生まれ、ちなみに。私が6月生まれで、うん、何月、私7月です。7月、7月、5日ぐらい前に誕生日だったの。チカが7月です。こうなんでね、はい、いつですか。夏生まれ、今もう13日でした。私14日。あ、マジですか。1日違いで、すごい、すごい、うん、くっそ、先週ね、ゲストだったらもう飲み明かしてたのにね。やばあの、僕聞かないの。聞いてほしいが起きたから。6月、7月、7月ね、はいはい、僕8月5日おー、みんな夏生まれ。もう来週なんだけどね、あの夏メンバーだな。夏のど真ん中に、はい、生まれてるわけよ、はい、僕は。だから本当に夏が来ると、はい、元気もらえるっていうかさ、うん、俺の月ですね、パワーみなぎってくるわけ。そういうのってあると思うんだよね、はい、冬に生まれた人はやっぱ冬が来るとなんかこう、ね、元気になるとかさ。俺はもう夏のど真ん中で生まれてるから、はい、8月5日、はい、で夏休み、はい、で夏休みというとみんなあのね学校休みだから、うんうん、そうですね、寂しい誕生日ではあるけどね。うん、これは、ね、これはね、夏休みの期間に生まれた人じゃないとわからない、うん、かる、あるあるですよね、うん、学校がある日だったら、うん、あ、誕生日おめでとうおめでとうってみんなでね、うん、お祝いしてもらったりとか、うん、プレゼントもらったりするじゃん、うん、はい、あの一人でいるから大体夏休み一人でスイカ食べてるから今日誕生日なんだよな俺みたいな。8月の誕生日の人みんな言いますね。みんな言います。寂しかったって、はい、うん、確かに。そうそう、でも本当にこの季節が来るとさ、うん、あの元気になるね。うん、なんか太陽から俺あの光合成してんじゃないかなと思うあの本当に元気になる、太陽に当たると。うん、うん、気持ち変わりますね。青い空とか見たらね、確かに幸せ感じますよね。感じますね、うん、青い空に青い海を見たら、うちのあちはラッキーだよね、ほんとね。そうですね、幸せだよ、うん、もう日常にこれがあるんだもん、うん、ね、本当に考えられない、もう沖縄に
旅行に来る人は、うんね、わざわざ何ヶ月も前から、うんね、あるいは1年半年前から計画して、うん、沖縄だって言って来て、うんまあ、1週間 4,5 日遊んで帰るわけじゃん、うん、俺たち日々がもうこれだもん、うん、贅沢朝目が覚めたらもう沖縄だもん、うん、そうですね目の前に海があるんだもん、ねうん、歩いて何分だからねそう、うん、自然に感謝です当たり前だと思ったらダメだよね、うん、そうですね、うん、沖縄に生まれてよかったですね本当感謝だよね、はい、だからこそねこういうイベントも、うんね、めっちゃ楽しいと思いますよ、うんはいうん、いいと思うそうです2人はあのエイサーとか経験はあるのエイサー先週地元、うん、あの私地元離島なんですけど、うん、あの最北端のイヒアソンというところで生まれて、先週土日祭りだったんですね帰って早速エイサー踊ってきましたいいですねそうなんですよ、うん、もちろん大太鼓でしょいや女性で女性ちょんだらちょんだら自分ちょんだらしくやったことないですじゃ本気で小学校の頃からもうちょんだらしくやったことないです本当はいあの浴衣とか着たことないです。マジでな。冗談抜きで。はい、冗談抜きです。すごい。ちょんだらにしか興味がない。お酒配るんですか。もうお酒飲んでます。飲みたいだけで、はい。自分がやりたくてやってるだけちょんだら。そうですよ。わあすごい。珍しいね。読みたん任せてって感じ。なんか読みたんのエーサーってちょんだらがお酒配りますよね。なんか夜間に。いやどこもだよ。本当ですか。あれ全国あの全県的にそうだけど。どこもそうだよ。全国的ってかもう沖縄全土で。ね全県的にちょんだらはそういう役目だからさ。読みたんだけかと思ってました。いやあれもう一升瓶に入れてそのまま。みんな、みんなさ、めちゃくちゃ飲むわジャンちゃんって天然なのそうですよえ、今気づきましたいや、なんとなくそうかなって怪しいなと思ってたけど全部読谷が特別に持ってきたわかるよ、読谷村はそういう人が好きっていうのはいいと思う自分も読谷だからこれ、あの全国、全世界に流れてて、はい、しかも最近のラジオってあの YouTube にあの、ね、アーカイブとして残るからね、はい、顔も飲んでるからさいい味出してるよ、ね、そうです、読谷ラブ、ベニーもラブなんでいいね、いいよね。まあね、まあ、あと残りね、もう時間あっという間にもう10分ちょっとしかないみたいなんだけど、ね、一旦じゃあ、ね、CM 行きましょうね。はい、この番組は、ビアガンデン B サイドと、オーシャンビューネイルカフェ、ココの提供でお送りしてます。はい、もうね、あっという間に5分ね、切っちゃったけど、うん、今またね、天然が発覚しましたねもう目の前でさっきからさ、オープニングからビール飲んでるのにしかも、あのツイキャスとか画像が流れてるのに、うん、あ、ビール飲んでるのバレちゃうってもう遅いっちゅうねもう伸びきってるし、大体がもう二人とも天然ってことでねということで、まあ、このね、夏恋ね、はい、ぜひ皆さん行ってね、はい、各々の恋を楽しんでほしいなと思いますね、はい、うん、もう一度、はい、夏恋、はい、うん、夏恋の、案内を、そうですね、はい、じゃあ、ようちゃんお願いします。リピート、夏恋してますか、はい、2016年7月30日第4土曜日に、場所は恩納村ルネサンスホテル隣のマリブビーチの敷地内にありますココナッツムーンというバーで、イベントをします。オープンは7時の
8時開始です。ワンデーのチケットがですね、前売り券のチケット男性が2500円、女性が1500円、はい、当日ドアチャージが男性3000円、女性が2000円となってます。チケットの取り扱い店がココナッツムーンさん、バーケンハッチーさん、うるま市のエナジーさん、那覇市のバーシェーブさんでの4店舗と、あとファミリーマートの E プラスの方でチケット販売しています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、ツイキャスでもシーサーさんがめっちゃなんかリアクションしてくれてますね。オリオン飲みたいとか、イエーイとか、おいしいですね。なんか今県外にいるのかな。さっきなんか沖縄帰りたいって入ってたんですけど、あ、じゃあ県外にいる、ね、30日に帰ってきて夏恋行きましょう。行きましょう、ね、ぜひぜひ飲みに行きましょう。結構ね、これから沖縄に向かうっていう人もいるかもよ、うん、もしかしたら、ね、そうなんです。今回7月30日に長野の方から私の友達が来るんですけど、イベントぜひ見たいってことで、イベンターの子なんですけど、はい、来ます。お、このイベントのために。あ、いいですね。いい思い出になるね、沖縄のね。そうですね、うん、なんかメールも来てるみたいですね。メール見れる、こっちからメール。ちょっとね、あのパソコンの画面がやっぱり屋外だから、そうですね、ちょっと反射しちゃって光が反射して見えない、うん、見づらいとこもあるけど。あ、リキさん、チーカさん、はじめまして、初めてメールします。おじさん鉄人と申します。聞ける時に聞いてますよって、ありがたいですね。ありがとうございます。見てからに、リキさん最近美女ばっかり呼んでねって本当に最近も美女尽くしなんですよ。あ、ね、本当に。しかもビアガーデンから放送してるんでしょ、いいなーって。ぜひ、ね、どっからだろうね、沖縄かな、うん、さて、そこのビアガーデン、僕も飲んだことあるけど最高だよね、夜景レイジキレイ、リキさん放送終わってくどかんでよって。、はい、ありがとうございます。おじさんです、ありがとうございます。本当最近もね、美人さんばっかりしか呼ばないんですよ、うん、うそうなんですね。もう出会い求めてるんで、リキさん出会い求めてる、もう求めてるから、うん、これ連れて行きますね。ぜひリキさん夏恋満喫中ですね。まあ満喫中。これいろんな意味ありますもんね、夏恋満喫中。やっぱ噛みすぎ。飲みすぎ、大丈夫、飲みすぎ、噛みすぎ。でもね、今日本当にお二人来てもらったきっかけは、うん、ついね、あの、うん、先々週ぐらい、はい、あの、りなちゃんとそうです、ある人の紹介で会って、はい、ある人の紹介で、うん、はい、話したら、はい、こんなことやってるっていうから、じゃあ、 あのラジオ番組こう出ないって言って、うん、そうなんですね、トントントンって、はい、なんか逆に怖いですね、こういうなんかトントン拍子に何も。あ、これ何かあるかもね、やばい、ね、運命なのかもしれないし、まあ、またね、あのイベントいろいろあったらまた、ね、はい、ぜひ案内に来てくださいね。はい、ありがとうございます、ね、本当に今日はありがとうございます。はい、で、まあ、あの冒頭にね、ちょっとご案内しましたけど、はい、B サイド今日ね、こっちからお届けしてましたけど、はい、この放送今日のね、レッツ深呼吸聞きましたって言って今日来たら、なんとあのドリンク一杯サービスっていう風になってますんで、ぜひね、あの今日この番組聞いてた方は今日中にね、ぜひ来てください。はい、ということでね、お届け しましたこの1時間、あっという間でしたね。そうですね、あっという間、ね、もう日が高かったけど、もうだんだん ね本当にいい感じになってきたでしょ。わー、すごい。ということで、もう夏恋ね、ぜひはまたイベントが成功しますよね。はい、よろしくお願いします。僕たちも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではまたね、来てくださいね。この番組は、B サイドと、オーシャンビューネルカフェ、ここ提供でお送りしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私たちもチケット販売してるんで、はい、ぜひ絡みに行っていいですか。はい、ぜひ。多分めっちゃ絡みます。全然大丈夫です。さっきから聞いてたかったんですけど、このワンピース紫ポテトいました。これはお疲れ様です。